そうね、ひどかったね。去年は本当に13年ぶりの平泣きの豊漁で皆さんと一緒にお祝いをしました。残念なことに今年は去年も波とは来ませんけども、本当に安心して海に出れる状態ができていくように、これからも一生懸命取り組みしていきたいと思います。今日はちょっと時間短かったんですけど、まあ、食べながらまたいろんな話を聞かせてください。どうぞよろしくお願いします。